三州自動車は、鹿児島県鹿児島市に本社を置き、鹿児島県の大隅半島などを営業エリアとしていたバス事業者である。通称、三州バス。2018年4月1日付で、鹿児島交通へ事業譲とされ、三州自動車は解散消滅した。岩崎コーポレーションの傘下にあり、鹿児島県南部、種子島、薬島などの交通、観光事業者各社とともに、 岩崎グループを構成している。社団法人日本バス協会の会員にはなっていないが、社内には日本バス協会の啓発ポスターやステッカーが見受けられた。鹿児島県鹿児島市に本社を置くバス事業者であるが、三州自動車の担当路線は、ほとんどが大隅半島や宮崎県都の城市の路線に限られていた。 大隅交通ネットワークとの共同運行路線が多いのが特徴であったが、2011年12月1日付で、同社から全てのバス事業を譲り受けしている。岩崎 IC カードやラピカが使用可能である。2018年4月1日付で、鹿児島交通へ事業譲とされ、三州自動車は解散消滅した。一部、2011年4月現在、 鹿児島鹿屋直行便鹿児島交通時代に自社導入された車両はエアサスなど高スペックを備えていた。しかし現在では首都圏、関西圏の事業者で使用されていた車両を中古導入しているケースがほとんどであり、様々なバリエーションを誇る。ありがとうございます。